9月7日バンクーバーパラリンピックのクロスカントリースキー競技で2個の金メダルを獲得した新田義弘選手への岡山県県民栄誉賞の授与式が県庁で行われました。県民に明るい希望と活力を与える。岡山県県民栄誉賞は広く県民に愛され、県民に明るい希望と活力を与えるとともに、岡山県の名を高めることに顕著な功績があったものに贈られる賞で、新田選手は男子フィギュアスケートの高橋大輔選手に続いて2人目の受賞となります。合わせて新田選手へは岡山県スポーツ特別顕彰が贈られました。石井知事が県民に大きな感動と将来に対する希望を与えていただきましたと快挙をたたえ、小田県議会議長が首相の重責を担いながら先頭に立って活躍し大きな成果を上げられましたと祝福すると、新田選手は県民の皆さんの応援が力になった、岡山を元気にできるようこれからも頑張りたいと決意を新たにしました。